ラッキーチャンジャー。今日は神戸元町から元町通りを歩いてハーバーランドまでお散歩するぞ。さあレッツゴー。さあ元町東口から南にちょっと下ったところにエビアンコーヒーショップがある。ここは創業してから68年ぐらい経っておるかの。サイフォンで立てたコーヒーを出すので始まったカフェなんじゃ。レトロな感じでなかなか落ち着くの。シニアの方が多いですぞ。さてここは元町通りから南に向かって南京町があるところじゃ。有名な豚まん屋さんもすぐそこにあるんじゃよ。さあではでは元町通りを西に向かってハーバーランドへ行きますぞ。ハーバーランドまではここからのんびり歩いて20分ぐらいかの。この元町通りは江戸時代は西国街道が走っておったんじゃ。明治7年に元町通りと命名されたんじゃ。そしてここ本高砂小屋は金唾で有名じゃの。金唾の唾は刀の唾のことなんじゃよ。形が似ておるじゃろう。ここは素材の良さが決め手じゃの。シンプルなお菓子なだけに素材がすぐ出てしまうんじゃよ。さーてここは風月堂、神戸風月堂さん。ラッキーちゃんはここのゴーフルが一番好きなんじゃ。お菓子の中でバニラとストロベリーがとにかく大好きで200枚ぐらいは絶対に食べれちゃう。レストランも充実してますぞ。さーてここは創業150年ぐらいの宝光堂さん。日本茶でとっても有名なんじゃが、日本最古のコーヒー店として中学校の歴史教科書にも載っておるんじゃよ。ここの前はいつもほうじ茶のいい匂いがしておるぞ。さてさて元町映画館は大手の映画館ではやってない映画が上映されておるぞ。亀井堂総本店、河原せんべいで有名じゃな。150年ぐらい前に創業したんだが、当時の人は河原せんべいをハイカラなお菓子と思って売れに売れたそうだ。さーて元町通りを西に出てきました。はい、ここは昔ファミリアの本店があった建物なんじゃよ。ファミリアの前は三菱銀行として長年使われておった。明治33年に建った建物じゃの。さあここでこの歩道橋を渡ったらハーバーランドじゃ。今日はちょっと曇っておるがお散歩には適した日じゃの。ここは海の水をせき止めておるところじゃ。高潮の日などは海の水が、そう、海水が陸に上がってくることもあるらしいぞ。魚が見えるかと思ったがちょっと今日は見えなかったの。ここハーバーランドは海が近くにあって景色がいいから若者に人気の街なんじゃよ。さてさてここはモザイクの1階じゃの。小さい川が流れてとても気持ちがいいんじゃよ。今日お邪魔するのはここホップスタンドさん。
焼き鳥とビールのお店なんじゃが、ラッキーちゃんはビールは飲めんよ。今日は GoTo イートでお邪魔します。お、美味しそうなものが出てきました。今日はお昼間じゃが、夕方もこの水の流れを見ながらビールをいただくのも良さそうですな。さて今日は何にするかといえば、チキン南蛮タルタルソースと淡路鶏の焼き鳥です。おー、チキン南蛮タルタルソース嫌いな人はいないはずじゃの。ではまずご飯からいただきますぞ。うん、麦が入っておったの。少しじゃが麦入りご飯ですぞ。あー、早く早く、タルタル。おー、外はサクサク、中はジューシーな鶏さんです。おー、ママさんもどうぞどうぞ。うん、おいしいの。お野菜もいただきますよ。うん、やむやむ。ラッキーちゃんはお野菜も大好きなんじゃよ。うん、おいしいおいしい。次は何を食べようかな。うん、オレンジジュースが出てきました。少し暑いぐらいじゃから、冷たいジュースも美味しいですな。ではもう一口ご飯をいただきます。うん、美味しいね。もう次は何を食べようかな。はい、早くくださいよ。おー、これは焼き鳥ですね。淡路鶏の焼き鳥です。上にスモークチーズがトッピングされておって、なかなか美味でしたよ。うん、これは何かといえば、糸こんにゃくみたいな、春雨みたいなののピリ辛でした。うん、やむやむ。ではお味噌汁もいただきます。うん、美味しかった。今日も美味しかったね、ママさん。またまたお散歩に来ようね。ではでは、今日はここまで。シー。